皆さん、どうもどうも、よろしくたらまし、ラゴディでした。本日も、ゲットモンスター、バイオレット、緑の仮面編、やっていこうと思います。俺、ふと思ったのは、こっち、あったや、水入れリンゴとか、そっちかなって思ったけど、こっちでもあんのよな。どっちやろ。行ってみ、どっちでも行ってみるか。まずは向こう側から。もうほんま覚えてねえからな。ところどころ覚えてねえけど、動画で見てさ、あれこんなイベントあったんやっていう。いやほんまにそこなのよ。俺いつも見逃しちゃうのよ。そういう一二個何か。あ、大たちがいっぱい現れるとこ行ってた俺。マジか。あ、ここ来れるやん。あれって。え？あ、ここ行き来できてたん。へえ、初めて知った。あはは、お前。マジでかってなんか。こちら側います？いないな、この感じ。あ、かじってるな。ちょっと、一旦、捕まえてみよう。どう？あ、あかんか。捕まえるというか、当ててみよう。いやさ、ちょっと、紙っちょの方の色違いを見てみたい気もするからさ。それのせいでさ、ちょっとさ、かじっちょ、捕まえたいなぁと思ってんのよ、色違いのさ。実際、アープイヨとかタルップルの色違いを見てみたいと思うからさ、3匹いんのよ、まず。そういうのは、もう、こっちでいいかなって。うん。こっちっていうのは、卵じゃなくて、こういうね、野生で捕まえて、進化させるっていうのがいいかなって、思ったりしているのよ。だから、ん？あ、違うね。そうしようかなと思ったの、ね。いないね。あれ？いなくね？どこにも。あ？もしや、こういう中とか。どう？います？いなくね？あ、いた。おほほほほほ。ニアちゃん。言うとる。おほほほほほ。おほほほほほ。やばいやろ。ビリア、ミラザマス、なんと素敵な植木橋なの。え？え？ニアちゃん。これ果樹園だよ。君には植木鉢に見えるかもだけど、たくみ。嘘でしょ？これが果樹の園。いや、ノーいらん。なんてつつましいの。ビリア、ディスをありがとうございます。いいってこと、庶民の生態はまだ謎が多いからね。あ、庶民、なんて不思議な存在。いつだって私の胸を踊らったかならせる。あら？噂をすればんばだろう。おなじみ庶民の方。本当だ。あれは間違いなく、おなじみ庶民だね。私もっと庶民のことを知りたい。回転。お近づきになりたいざます。で、あるからして、私の最後にゲットしてくれないざますか？レッド。いや、これ、バイオレット。出たニアちゃんの趣味。戦うことで相手のことを知るやつ。覚悟を決めたら趣味の方からお誘いを済ます。おう、いいよ。
私との決闘受けてくだされてますね。はい。まるでアイステート社長にね、社名をぶっ潰してますよ。やめて。ヒューヒュー、頑張ってね、リアちゃん。やめて、ほんま、そういうの。ぶっ潰されたら賞金パン巻き上げられるやん。セレブの感覚紙にも置けんな、このねや。今だペルシアンだけか。一匹だけは食べろみたいな。そんなんで勝てると思ってんのか、この野郎。つったら、もうじゃあ巻き上げてやるわ、金。やるよね。よし。勝ったぜ。パチパチパチ。私ったら負けセレブ。いや、意味がわからん。なんだその鼻セレブ感。やめて。またしても負けざます。あなた一体何者ざますか？ねえ、ビリオ。庶民はみんなポケモン強いの？それともこの方が特別？ニアちゃん、あの庶民はきっと選ばれて庶民の意識は持てない。ハングリー精神を持っているんだよ。ハングリー精神？セレブには一生持てないという、あの、ノクラゲ？どれで勝てないはずざます。私、目からお団子真珠。お団子真珠出てきたら痛くね、めっちゃ。真珠の話をしたら、私、水辺に行きたくなったざます。さて、ベレよ。私、今すぐバラディアで、一番大きな水辺を見たいざます。ヒュー、好奇心はいつだって突然なんだ。姉ちゃん、セレブの鏡だね。やんね、やんね。大丈夫じゃん。湖畔の島で血統疲れを、リラクゼーションと行こうか。あ、湖畔の島で血統疲れ。いや、大きな水たまりって言うてたな。